ははい皆さんこんこにちは村長です先日もアレンジトラックとそしてスクラッチパッドをうまく使う方法というのをやりましたがさらに進化した方法が分かったのでご紹介したいと思いますアレンジトラックは先日もお話ししましたようにとっても便利にこのようなコピーとか移動とかいうのができます例えばこのコーラスをこちらに 移動する。こういうようなこともできますしまたこれをコピーする場合は Alt キーを押しながら引っ張ればこのように複製もできますさらに便利なのはスクラッチパッドをうまく活用する方法ですその時に、 先日も言いましたように例えばイントロとバースをこのように左のエリアで選択しましてこのボタンですねこのボタンを押すと新規スクラッチパッドにコピーすることができますはいこのようにコピーができて右側にスクラッチパッドが追加されましたこういう方法でコピーしたりもできるんですがここで あブリッジもコピーした方が良かったとかいうようなことが出た場合はこのブリッジをまたオルトキーを押しながら下の方にここで引っ張るというとこのように追加ができますそしてこのようにこちらにも追加ができたわけですここでこのようにやり取りすることができますし新しくスクラッチパッドを作るのにここのボタンででもいいですが 例えばイントロとバースとコーラス3つを選択しましたそのままこれをずっと下の方に下げていって全く新しいところ下の方に送るとまたスクラッチパッドを自動的に作ることができますですから先日はこの状態でコーラスを引っ張るときにこのタイムトラック上で このようにコピーをしたりとかいうようなことをやっていたわけですがこういうことをしなくともこの左のエリアでする方が使い勝手がいいということがよくわかりましたそしてスクラッチパッドというのはタイムラインとほぼ同等の機能を持ちますので例えば今カーソルがこのように スクラッチパッドの方にあるわけですそうするとこの録音というのもスクラッチパッドでできるようになるわけですちょっと聞いてみてくださいはいこのように録音をこっちで試してみたりスクラッチパッドでこのように出来上がったデータ自身をこちらに 持ってくることもできます例えばこれで上に上にげておきますそしてこれをこのように引っ張ってくることができるわけですこうして録音などもこちらで試してみたりとかして OK が出てからこちらに運ぶということも一つの使い方ですまあ それ以外にも、ここでも実際やっていますようにレイヤー録音というのをしてそしてコンピングをしたりとかコンピングというのは下から必要なところをこのように持ってくる機能ですけれどもテイク録音をうまくすればこのようなこともできるわけですけれども何せタイムラインでやってしまうとまた不必要な時にこれをこのようにして 消したりすするようななことがが、必要になってきますが右のスクラッチパッドというのは名前の通り落書き帳のような機能がありますのでこちらで試しておいてから本当のタイムラインに動かしてみるというのもうまく活用してみてください今日はこのスクラッチパッドとアレンジトラックの移動などでこの左のインスペクターのエリアで うまくコピーをしたり移動をしたりというようなことをやってみることができるというお話をしましたこのようにアウトロとここにあるブリッジというのを入れ替えたりするときもこの順番を入れ替えるだけで挿入というところで話すとこの順番を入れ替えたりすることができます何せこの左側のエリアで うまく活用することを一度皆さんも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。